沖縄で一番眺めがいい。地下1階。何か釣りのようなタイトルですが、本当に眺めが良い地下1階なんです。今日はこの地下1階で少しだけ景色を眺めて、同じ場所にある食堂でお昼ご飯を食べようと計画しています。場所はここです。小屋交差点から歩いて10分くらいの場所にあります。市役所の正面玄関に向けて歩いています。今は平日の11時頃ですが、玄関の右手に臨時の弁当屋さんが5つばかり並んでいます。お安いので、以前はここでよく買いましたが、今日は買いません。地下にある食堂でランチしたいと思います。沖縄市はプロ野球の広島カープとプロバスケットチームの琉球ゴールデンキングスを応援しています。手前の室川市営住宅が14階建てくらいです。私が立っている位置は市営住宅の9階くらいの高さくらいでしょうか。室川市営住宅自体も少し高台に立っています。現在地は沖縄市役所の地下1階ですが、海抜90メートルくらいの高さになると思います。
さあ、景色を眺めるのはこれくらいにして。本日のもう一つの目的、お昼ご飯を食べましょう。あれ、なんか変です。大食堂が閉鎖されて、コロナワクチンの接種会場になっています。ありゃりゃ、またやっちまいました。自販機のコーナーに入りました。意味はないです。平成を装っていますが、次にどうしようかと頭がパニックです。地下1階の景色を眺めて、そばの大食堂に入ってお昼ご飯を食べる。これはいい企画だと2年くらい前から考えていて、ようやく実現したんですが、ちょっと温めすぎたようです。市役所の入り口に出ている弁当屋さんを覗いてみましょう。現在地を外から眺めてみましょう。赤い丸が沖縄市役所の1階です。これください。はい、こちらおかずのみですけど。え、おかずのみ？あ、そうなの？これもおかずのみ？はい。あ、そうなの？250円。小さいのはこちらご飯入ってますね。あとこちらになります。こちらもパンと唐揚げのセットです、ね。あ、はいはい。ビビンバと白身魚ハンバーグ、こちらローストビーフですね。これ何？これローストビーフです。あ、そう。じゃあこれください。はい。こういうところで買うときはいつも困ります。なかなか選べないんです。はい、どうも。じっくり見るとどの弁当屋さんも良さげで困ります。結局、アボガドとローストビーフが入ったのを買いました。小さめで300円のお弁当です。いや、今回は沖縄市役所の地下にある食堂をご紹介できなくて申し訳ありません。コロナが収まったら機会を見つけてまた出かけてみたいと思います。
ローストビーフ弁当は自宅で食べました。美味しかったですよ。次回はおかずだけの弁当を買いたいと思います。本日も最後までご視聴ありがとうございました。